はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第11章やっていきたいと思います。そういえば10章すげえ動画を見直してなんですけど、あれっすね、戦闘シーンがオフになってましたね。とあとすいません、気づいたのがまた今更かよって感じだけど、このヒットポイントの薬とかってもうこの場で使えるんですよね。なんでちょっと弱いやつらは、ドーピングしてから行きたいと思います。モズメちゃんはヒットポイントと力を上げて、アクアは、ヒットポイントと守備で、あと誰だっけ、アクア、モズメ、死にそうなやつだからな、あ、エリーゼか、エリーゼもヒットポイントと守備を上げると OK。 これでちょっと行こうと思います。まあ、ただドーピングもね、お金がかかるんで、アンヤ王国はお金が無限にあるわけじゃないんで、そこら辺もちょっと考えていかないとすぐ金欠になっちゃいそうなんで。11章、虹の賢者。港町の白夜軍を退け、カイロから無事ノートルディア公国へ上陸したミカミックスたち。だが白夜軍の別動隊は先んじてノートルディアへ到着していたと。もう虹の賢者のところか。白夜より早くないか。ノートルディア公国、着いたな。ここがノートルディア公国か。何事もなく上陸できて一安心だな。ああ。だが妙だな。どうしたんだサイラス。いや、ガロン王様の話だと公国内にはすでに白夜王国軍がいるということだっただろう。なのに侵攻してきた俺たちを簡単に上陸させたのはなぜかと思ってな。そういえば、見たところ辺りに白夜兵の姿もないようだし、罠か、それとも単に入れ違いになってしまったのか。虹の賢者様のことも気になるし、誰かに話を聞いてみるか。お、あそこに人がいるな。すみません、そこの方どうせジジイが出てくんだろ。ワンパターンだな。ちげえし。私かい。普通のおばさんだし。あのすみませんが、教えていただきたいことがあるんです。この国に白夜王国軍がいると聞いたのですが。白夜王国軍。あの方たちならこの前会ったね。物腰の柔らかいいい人たちだったけど、なかなかやることが強引でね。警護だとかなんとか言って虹の賢者様を山に連れて行っちまったんだ。そんな。虹の賢者様を。その山はどこにあるんですか。あそこに見えるノートルディア山がそうだけど、まさかあんたたちあの山に行くつもりなのかい。やめておいた方がいいよ、命が惜しいならね。どういうことですか。そうだね、あの山はね、登る者に試練を与える工法だと言われているんだよ。今までも何人もの猛者が挑戦したけど、帰ってきた者はほとんどいなかった。私の知る噂だと、たとえあの山を登れたとしても、頂上にある70の塔の内部で命を落としてしまうらしいんだよ。70の塔ね。どうする、ミカミックス。罠に飛び込むようなものだけれど。だが引き下がることはできないさ。もし任務に失敗したら、父上は俺を始末するだろう。そうなったらこの手で戦争を終わらせることなんてできなくなる。これが試練だというのなら望むところだ。そう、行くのなら止めはしないわ。この軍のリーダーはあなただもの、決定には従う。悪路よくわかんないけど行くんだね、あんたたち。どうか死ぬんじゃないよ。私たちノートルディアの人間は、あの山に行った者が帰ってこないことが何よりも辛いんだ。はい、必ず帰ると約束します。いろいろ教えてくださってありがとうございました。行くか、70の塔へ歩いてるし。っていうかカミラなんで歩いてんだ。お前ドラゴンに乗ればいいじゃん。さすが試練を与える工法、一筋縄では進ませてくれないな。いや、普通の山じゃねえかこれ。道だってあるじゃん。かわいそうに。ミカミックス、さっきからとても辛そうよ。私のドラゴンに乗せてあげるから少し休んだ方がいいわ。姉さん。ありがとう。だが大丈夫だ。俺はいいから、もっと疲れているものを乗せてやってくれ。まあ。ミカミックス、なんて意地らしいの。この子にこんな苦労をさせる白夜兵を許してはおけないわ。頂上に着いたら、奴らにはきついお仕置きをしてあげなくちゃ。あら、何か見えてきたわよ。
アングルが一緒の七重の塔だもしかしてあれが七重の塔か。なんとか頂上にはたどり着いたようね。でも大変なのはここからよ。おそらくあの中は戦闘準備を万全に整えた白夜兵でいっぱいだから。安心なさいな、ミカミックス。恐れることは何もないわ。あなたには私たちがついているんだもの。そうよ、たとえあなたの姉があの中にいたとしても私は負けないわ完全にフラグだなこれ。姉いるだろ中に。ああ、俺たちは勝ってみせる。たとえあの中に誰がいようともほら、日の香がいたよ。日の香様、アイヤ王国の軍勢がこちらに。何？この山を登ってきたというのか。思っていたより骨のある連中のようだ。だがその疲弊しきった体では我々白夜王国軍にはかなうまい。虹の賢者様は私たちがお守りするぞ。全員持ち場につけ。イエスサー。で、どうせ疲弊しきったって言ってもさ、ヒットポイントとか減ってるわけじゃないっしょほら、みんな元気。そうすると誰出すかだな。ハロルドはいらない。ルーナが外れてるか、ドラゴンナイトも外れてるな。オーディンとニュークス、これどっちかでいいよな。ヒットポイントが低いな、ニュークス。ちょっとこいつを下げてルーナを出すか。エルフィ、フェルシア、サイラス、エリーゼ、モズメ、アクア。そうだな、このメンツでいこう。オーケー。敵将撃破。なんかマップがやたら見渡せる感じになってるけど、オンにして右と左か。左は弓兵がいるな。これドラゴンナイトは右から行こう。そうするとで階段で、あとはこいつらの危険予測値で入らないところにとりあえず待機と。あとどうすかな、主人公も右から行くか。あ、動けねえまあいいや。サイラスは壁役で左から行って、うわーすげえな、弓兵だいぶ狙ってくんな。フェリシア回復役で左から行くだろう。こいつここでいいや。こいつも壁役で行って左はこいつ行って、右はエリーゼの回復で、アクアをどっちから行かせるかな。アクア右から行こう。モズメちゃんどうしようかな。モズメちゃん左から行くか。で右を、ルーナ連れて行って、こいつも左だな。 OK 来たか。剣装備してるわ。手槍だったら反撃できたのに。手槍で攻撃するか。 88% 大丈夫ですよ。くらえ。 OK、 痛い。こいつがあとどこまで来れるんだ。うわー結構来るんだな。ここに置いてモズメを置いとこう、で左はちょっともう今回これで終わりだな。で右もちょっと整えるから、主人公どうしようかな、ここにしとこう。でエリーゼを階段にやって、ここをで、アクアも階段にやって、一応サイドをかけて経験値を稼ぐと。レベルアップ。5レベルか、低いよなで、ルーナ階段で、うん、OK だな。右はこれで大丈夫だな。左ちょっとこれで一旦終了して、うわ狙われた。共に行こう。いやー11か、そこそこ食らうな。できればモズメで倒したい気もするけど、それは危険かな。回復させとこう、ライブで。ここにモズメを置くとこいつの攻撃に入るな。うわ、2人の射程内に入るのはダメだ、危険すぎる。一緒に行くで。ほい、よかった。サイラスもな、ちょっと強くしときたいから。ん、こいつは大丈夫か。いやここだな、ちょっともう一旦左待とう。で右をちょっと攻めるか。こいつは動かないな。こいつ動くな、みんな動くな。まあいいか、とりあえずカミラ姉様でをぶっ倒せる強いサンダー。くらえくらえ
こいつ上級職だよな。レブナントナイトだからかなり強えな。白夜軍でいう夕霧的な立場か。サイドを使って倒せるかこいつを。よし倒せる。変身すげえ攻撃力28 一発で、ちょっとルーナで壁役にならないときつかったけど、さすがに一発じゃ死なないよな。左はこのままだな。来たかー、やっぱりアクア狙ったよ。まあ防御上げてるから。うわでも結構食らう。そして魔力だっけこっち、確か魔法防御下げるやつか。ライブで回復させて、こいつを誰で倒そうかな。こういう感じでいくか。勝ちなさいよ。負けないよ。オッケー。これで安心だわ。いいね。で、リンカはどうだろうな。お、2、いいね。いい感じで残るね。ミカミックス、あんたとは戦いたくなかったけど、こうなってしまった以上は仕方ないんだよな。俺もお前とは戦いたくなかった。お前はあの日俺を殺さずに白夜へと引き渡してくれた命の恩人だからな。それを言うなら私だってあの時あんたらに見逃してもらわなきゃガロンを西幕されて死んでたよ。あんたも私の命の恩人だ。だが俺はもう引き下がることはできないんだ。そうだな。だがそれは私も同じことだ。手加減はしないさ。敵となったからにはな。俺だって手加減はしない。くらえ。第3 弱い。よしこれで倒せるはずだ。うおー 99%。 まあ当たらないことはないな。私は炎の部族の娘リンカ、虹の賢者様は私が守ってみせる。瀕死で言う言葉か。覚えてろよ。さらば。なぜ殺さない。まさかこれが今のアンヤ王国の、いやミカミックスのやり方なのか。そうだ、俺は無駄な命は奪わない。ここにいて一応歌っとこう。経験値は稼いどかないとな。アクアはよし、左を少し進めるか。そうするとこいつだな。こいつの射程内に入ろう一旦。ここだな。モズメをつけてで春祭り一応少し回復をさせるか。で壁役のこいつをここ大丈夫だな多分壁役で、こいつは多分防御低いからあんまり前線には出せないだろう。 OK 来たか。おおフェルシア2台か。12やばい。ほらほらほらやばいぞこれ。あぶねえこいつもな。手やりやっぱ役立つわ。よしよしよし、いい感じに減ってきてんな。まだちょっとあれが減ってんな。ヒットポイント的には大丈夫か。とりあえずこんなもん。で左はモズメをちょっと上げたいから攻撃。大丈夫くらえ。オッケーオッケー。あとこいつ誰倒そうかな。オーディーンとかやっぱレベル低いな。サンダー、みんなサンダーだな。フェリシアがちょっとヒットポイント減ってるけど、あそうだこいつ回復すると自分も回復するんだ。オッケーオッケー。こいつが
射程はここか。一旦ちょっとギリギリのところまで持ってこう。で、右がどれくらいだ？ここら辺までか。こんな感じで行って。弓兵いないよね。じゃあ、こいつここに置こう。で、アクはここに置いて、歌って、アクは常に歌い続けないと、これレベル遅れんな。これで OK か。で、左は、またこいつ、モズメで倒したいから、フェリシアもちょっと。いけねえな、これ。うわ、死ぬな。どうするか。ゼロで一旦、こいつは殺しちゃう。これは？これも殺しちゃう。OD は？ 4。いい感じだ。よくここまで登ってこられたわね。すごいすごい。それだけだ。うわ、食らうことは食らうな、やっぱり。で、フェリシアで回復をさせつつ、イエーイ。最後はモズメでとどめを刺すと。さあ、成敗してくれる。負けちゃった。ヒノカ様のところに戻ろうと。余裕だな。7レベル。 OKOK。 でだ、ここは終わり。お、なんだなんだなんだ、魔法使ってきた。フリーズかなんかか。ここの3匹一気に倒さないとまずいな。倒せるやつからやっぱ倒していくか。そうすると、うわー、やっぱり結構減るな。進化。お、流血が出た。42。カミラ姉さん多分、うん、結構魔法防御あるな、やっぱり。最強ペアだなこれ。とっても嬉しいわ。全然経験値が上がらないだから。こいつどうだ？あ、倒せる。ここは魔法部隊だな。一人でできたわよ。オッケーオッケー。お前、主君に向かってなんて口の利き方だ。で、こいつは浅間。こいつ攻撃してこないの多分。あ、鍵がある。鍵があるじゃない、宝箱がある。鍵が欲しい。鍵がゼロ。こっち、うわー、1人しか鍵持ちいないかな。鍵持ってるやついないの？敵にいないね。あー、いないな。ちょっとゼロでなんとかするしかない。左どうなってんだっけ。あ、いけるか。階段のところがギリか。ってことは、まずまたサイラスを先行させてここに置くだろう。ほい。ちゃんとこいつらだけでなんとかするか。こいつだ、こいつが来んのか。ミス。何のミスなんださっぱりわからん。ああ、こいつやっぱり魔法防御だけ。私をどうするおつもりですか。嫌ですね、野蛮な国の方は。あんたならできるわ。くらえ。うわ、硬い。これで倒せる。殺してあげる。おー、りゃー。ここまででしたか。さらばだ、浅間。一回も使ったことない浅間。お強いのですね。悔しいですが撤退するしかないようです。どこへ撤退してるんだろう。てか定価がなかなか直らねえな。これ取れないよね、宝箱。あ、開けらんねえわやっぱり。
サイラスをちょっとこっちに置いて、あ、間違えて待機しちゃったよ。マジ間違えた。悲しすぎる。ゼロ。無駄なんだよ。うわ、全然上がんなかった。そんなにでも守備がめっちゃ高いっけ。交換してきやがった。しかも能力下げられてるから。うわこれやばい。サイラス死ぬぞマジで。うわ超はめられてる。やっべ、こいつまず階段に行って、行けるとこまで行こう。もう倒すしかない。手槍じゃなくて鉄の槍だな。こっちなんか少しでもパーセンテージを上げた方が。うわ、かされた。マジかよ。よりによってフェリシアどこまで動ける。回復いけんな。一応間違えた。攻撃じゃない。サイラスは一回回復させれば多分かなり持つからな。モズメこんな時でもモズメであげたい。倒せる。頼むよ。 85%。 あ、あれ、エルフィー外れたの痛いな。で、あとはゼロも OD も射程にあるからな。そこが助かるよな。気をつけてね。おい、よしよしよし、なんとかしのいだ。あぶんねー。いいね、そうね。サンダー、闇の裁きだ。これが俺の力だ。全然上がらん。サイラスちょっと回復してもらおう。こいつ来ないよね、例によって。来ないな。よし。いやー、焦った。あー、こいつら来るなってことは主人公でなんとかしとくか。よし、 OK。 で、フェリシアで回復させて、モズメナはせめて10レベルとかにしたいからな。サイラスをここに置いといて、手裏剣で能力下げられるとだいぶきついな。で、ゼロは宝箱開けよう。インと、で、オーディーンこっちらへん。さて、じゃあ主人公を送り出すか。多分ここなら大丈夫だろ。で、弓兵いないからカミラもいけんな。カミラこっち、アクアをここに置こう。ちょっと待って、歌うと。レベルアップ、これで6か。よしよし、こいつはちょっと待ってるか、ここで。はい、 OK。 来たな。頑張りましょう。ああ、こいつら防塵してんのか。うわ、3人とも来るか。とりあえず宝箱を開けさせてもらおうと。精霊の粉29か。うわ、死ぬ。マジで死ぬ。一回能力下げとこう。これで白夜王国の忍び鈴風参ります。正々堂々としてんな。うえー、外れたよー。で、こいつで殺せるから、ちょっと待ってね。これでどう ?11 か。サイラスここに置いて、1! いいね、61% か、ただ。あー、これでやっと倒せるんだな。61%。当たると信じれば。当たる!あー、ずれが!痛い。やばい。モズメがどうこう言ってる場合じゃねえぞ、これマジで。5、まあ、91と61か。なんだ鈴鹿で強えな。
と外れるか。やばい、エルフィで倒すか。そうすると倒すしかないな。サポートする。96は絶対大丈夫でしょう。しくじりました。強いですね。信念を持った迷いのない戦い方です。私はあなたたちを誤解していたのかもしれません。そうだ、誤解が解ければ仲良くやっていける。こいつらみんな瀕死だな。まず倒せるやつを倒していく方向で。5か、残るな。あ、間違えちゃったよ。まあいいや。ほら、私のついてこれで、歌って下ろして、下ろせないか。まあいいや、攻撃してぶっ倒そう。さばきよ。これでいいんだ。レベルアップ15。いいね。これで終わった。やばい、アクア狙われた。危険だ。ダブル買ってる。あ、危ね、射程にあったら完全に死んでたな。アクアどうしよう、下げよっかな。これちょっと待って、下げる。階段かなり危険だこれは。で、回復させて、よしよしよし。もう間違えて防塵しちゃったからな。結構操作ミスが目立つな。結構上がったな意外に。で、主人公はもうこのままガンガン攻撃していこう。 82% か、流石。まあ大丈夫でしょう。 OKOK。で、右の舞台マジ死にそうな連中ばっかりだ。ライブがないな、そろそろ。サイラスも危険だしな。ゼロちょっと持ってくか。宝箱用意だからな。死ぬのは嫌だからな。さすが、お、来た。こっちに来やがったあいつら。まったく何なんだ一体。竜突確実に殺す。 OK。 で、これで攻撃できるのかな。いやいや、待って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 。サイラスを回復させて、ライブがなくなってしまった。あれ、階段に行けない。なんで、意味がわからないあ、階段塞いでるからだ。じゃあこうか。くらい、外したか。これ外れると痛いんだな。うわ、くらうな。マジか。 75%。 モズメ7減らせられっかな。モズメはまあ1しか減ってないからな、前線出せるような。 96% いけんな、これ。なんだ、怖いのか。はい、よしよしよしおお、レベルアップ8レベル。いいね、上がるね。お、やりてぃ。で、こいつも階段に行って、 OK。 大丈夫だ。次は私が助けるわ。こいつも少しレベル遅れてるか。10階段で階段と
こいつここまで来ればでも回復薬になるな。天狗武者がいるからなるべくだったら弓兵連れて行きたいんだけどな。ゼロ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 、もう一回動かそう。これでこれが一番効率がいいな。これで鍵開けられるでしょ。ウィークネスで、あとはこちらで回復。ライブもまたちょっと買っとかないとな。モズメ少しだけ減ってるけど、まあいいか。でゼロをここで動かして、ウィークネスいいね、ちょっと使おう。杖だからあいつか、こいつとちょっと交換しよう。物交換、交換って本当に交換しないといけないのこれ。どういうことよ。でちょっとこいつ分離しよう。分離すると終わっちゃうからな。あと減ってるやつは、モズメがちょっと減ってるくらいか。でここが天満武者がいっぱいいるから、なるべくなゼロをまず階段にやってって感じだよな。天満武者の攻撃力そのものはあんまり強くないと思うから、硬いやつらを前線に出せばなんとかはなりそうだけどな。敵将撃破か。そういえば敵将誰、こいつじゃん。30結構強いし、これちょっとここに置いとこう。で主人公をすぐ動かせる状態にしたいからこうだろう。んでレグナントナイトこっちに置いといて、弓兵はいないよね。 OKOK。じゃあこれでいくか。まずはゼロを持ってって、こいつ倒せるな。なるべくなみんな倒してから行きたいから。くらえ。オッケー、楽しめたぜ。であとは主人公を、ダメだ持っていけないんだけど、防刃しとこう。しまった、アクアもな、サイドでいけるようにしときゃよかったな。でこいつを階段で、ウィークネスってどこまで届くんだ、射程1から7か。ってことはここら辺に置いといて、ウィークネスでこいつを狙うと。 OK。 あーこれ経験値上がるんだ、使ってこう積極的に。で階段のこいつ倒せる、倒せはしないけど右のやつは倒せるとかないよな、ないな。まあいいや、減らないからいいでしょう。いいね、そうだね。はい、足りないと。もう少しサンダーが当たってくれればよかったけど、あとオーディンあたりを持っていくか。こいつはなんか魔法道具っぽいの使ってるからな。攻撃、あ、ダメだ、ちょっと危険すぎる。モズメちゃんもな、やっぱりな、なんとかあげたいよな。あ、もう動けねえわ、これでいいや。おーい、回復かよー、こいつ。なんだ、怖いのか。まあ、これなら大丈夫だな。壊れるなよ。よし、ナイスだ。カメラ姉さん死ぬとショックだからな。かせ、もうカサカサか、まあしょうがない。お、右のやつ動いてこない。あ、動いてこない、やった、見ればよかった。フェリシアで一旦回復をさせて、レベルアップ。モズメは、モズメは最後こいつ倒したいな。
後ろの回復してくるやつを先に倒そう。でこいつをちょっと待って、交代でこいつをぶっ倒すと回復などさせん。苦しむ姿を見せる。よーし、勝てたか。でまたちょっとこいつで下げとこう。ウィークネス、すっげえ経験値入るんだけど。でアクアを階段に持ってきて、モズメを復活させて、でモズメでこいつを倒す。こいつ大丈夫だよね。攻撃食らって死ぬなんて言ったら最悪だからね。よしよしよし、いい塩梅やな。あとはどうなんだろう、こいつ射程いくつ。投げなぎなたって大体ね、あれなんだよね、射程2あるんだよね。ほら、まあいっか、これでとりあえずこのターンは乗り切ろう。やっぱりネズミ狙ってきたか。痛い、おりゃミスったか。ドリシアで回復をさせよう。攻撃、あ、攻撃でも1残るってことは絶対モズメで倒せんな。一緒に行くで。おりゃー、はい。アクアでちょっとやっぱり歌って少しでも経験値を稼がなくては。よし、いけモズメ 100% 絶対倒せ る、 私がついてる。終わりだ、イノカ姉様。完全に馬狙ってたの。すみません、賢者様、私の力が及ばぬばかりに。おお、いいねいいね、ようやく9。速さがやたら上がってんな。私たちの勝ちね。さあ早く兵を引きなさい。じゃないとせっかく助かった兵士たちもみんな殺しちゃうわよ。やむをえん、みんなこの場は引くぞ。申し訳ないが、戦死者はここに残していくことにする。いや、その必要はない。どうやら皆傷を負っているが動けるようだ。何、皆無事なのか、どういうことだ。まさかミカミックス。ああ、どうしたんだ日の香姉さん、早く引かないと次はないぞ。ミカミックス、そうだな、今のうちに退散させてもらう。後ろで睨んでいるお前の姉に殺されてしまうその前にな。早っ。全くもミカミックスは優しいんだから。塔に入る直前に白夜兵を殺すなだなんて指示を出しておいて、おかげで随分苦労したわ。本当に追わなくていいの、今からでも全員殺せるわよ。いや、いいんだ、俺たちはこの地を制圧して賢者様から力を得ることができればそれでいい。そのために無駄に兵を殺す必要はないんだ。俺は俺のやり方でこの戦争を終わらせてみせるさ。あれ、なんか来た。あの、その言葉本当ですか。鈴風、日の香姉さんと戻ったんではなかったのか。いや、今質問しているのは私です。お前偉そうだな、逃げ帰ったくせに。ミガミックス様、あなたはあなたのやり方でこの戦争を終わらせるとおっしゃいましたね。その言葉は本当ですか。あなたはそのためにアンヤ王国にいるのですか。ああ、そうだ、最初はアンヤの兄弟たちを裏切るという裏切ることはできないという気持ちだけだった。だがこちら側で戦い始めて気づいたんだ。俺にはアンヤ王国に着いたからこそできることがきっとあると。今だって俺がいなければアンヤ兵は白夜兵を皆殺しにしていただろう。こういうことを少しでもなくしていくことが俺の使命なのではないか。アンヤ側に着いた責任なのではないかと、そう思うようになったんだ。すまん鈴風、だから俺は白夜王国には戻らない。たとえこの先何度お前と戦うことになったとしても。そうですか、あなた様の決意確かに聞き届けました。それではこの私も仲間に入れてください。唐突すぎるな。お許しください。
ミカミックス様、私はあなたを誤解していました。あなたが白夜王国を去ったあの日、私たちを裏切り白夜を滅ぼすことがあなたの目的なのだと思っていたのです。でもそれは間違いでした。あなたがアンヤ王国側についたことには確かに意味があったのです。今後は私もあなた様のお考えに付き従いたいと思っています。ありがとう。お前の気持ちはとても嬉しい。だが俺の側についたとしたら、今後永遠に裏切り者と呼ばれることになる。それでもいいのか？もちろんです。自分の選んだ道に後悔などしませんよ。そうか。ではこれからまた俺たちは仲間だ。よろしく頼む鈴風。はい。お、そうだ。ところで賢者様はどこにいるんだ？この塔にいると聞いていたのだが。そうですね。それならこちらです。塔の頂上の扉を抜ければ虹の賢者様の居場所までたどり着けます。私が案内いたしましょう。いや鈴風、仲間になるっていうよりはさ、俺の誤解を白夜王国側に解いてくれよ。出た、じいさん。あなたが賢者様ですか？いかにも。わしが虹の賢者。よくここまでたどり着いたの。あの、俺たちはあなたにお会いすれば力を得られると聞いてきたんです。どうか俺たちにも力を授けていただけないでしょうか？面白いことを言うの。力ならすでに試練を乗り越えたお前さんたちのものになっておるよ。あの塔を破る前と比べて体が軽くなっておるのを感じんか？そういえば良いか。わしにあって得られる力というのはな、わしに会うまでの試練の中で自ら身につける力のことなのじゃ。よく頑張った、力を授かりし勇者たちよ。ありがとうございます、賢者様。ほう。それよりミカミックス、お前は人痘ヤトの神を継ぐものじゃな。どうしてそのことを？それに俺の名前も。ほうほう。わしには何でもわかるのじゃよ。お前さんたちが今まで何をしてきたか、そしてどこに向かうのかもな。わしは伝えねばならぬ。人痘を受け継ぐ者ミカミックスは真の平和のために炎の紋章の謎を解き明かす運命にあると。炎の紋章？結局炎の紋章ってなんだっけ？このヤトの神は炎の紋章をつなぐ鍵となる。炎の紋章に至る第一の道しるべをわしが示そう。残念ながらこの場にはまだヤトの神を導く暗夜の勇者はおらぬ。じゃが遠からぬ未来、木は必ず訪れる。その時今から施す儀が役に立つはずじゃ。ミカミックスよ、ヤトの神を掲げるがよい。はい。我は神刀を鍛えし者。神刀っていうのね。金器を犯せし者、五色を紡ぎし者。我が名に答えよ、炎の紋章よ。てか俺ヤトの神使ってないからな今回。生倉とかしてるよなこれ。これは、うん、今はまだ変わりはなかろう。暗夜の勇者と道を同じくするとき、その時ヤトの神は新たな姿へと生まれ変わる。長き夜の長き夜の夜を導く者、ヤトの神。超やだよとな。読めないよこれ。ヤトの神超やっていうのかな。それが炎の紋章ですか？いや、それはまだ道半ば、真の炎の紋章の姿ではない。じゃがいずれそこに至るであろう。いずれな。わしが言えるのはここまでじゃ。さあ先を急いでおるのじゃろう。早く父王のもとに戻り任意を果たしたことを伝えるがよい。よし、これでこの地は制圧したし、賢者様から力も得た。あとは王城に戻って父上にご報告するだけだな。ミカミックス様。マクベス、いつの間にここに来ていたんだ。これは幻影魔法。私自身は王城におります。私はミカミックス様にガロン王様より下された追加の命をお伝えに参りました。追加の命？はい。今後力を授かる者が出ぬよう虹の賢者を殺せと。賢者様を？そんなことできるものか。賢者様は俺たちに力を与えてくださったんだ。その恩を仇で返すわけにはいかない。それに白夜王国の龍馬王子はすでに力を授かった後だ。今さら賢者様を殺す必要などないだろう。ですが、ミカミックス様、王命は王命です。逆らえば反逆となり、王は再びあなたの処刑を考えられるでしょう。命が惜しければ聞き入れてくださいませ、ミカミックス様。ほう。悩むには及ばん。
そろそろ潮時だろう。まさか。聞こえていたのですか。ほう、ほう。先ほど言ったばかりじゃろう。わしには何でもお見通しじゃと。ミカミックスありがとう。わしを殺せぬと言ってくれて。じゃがな、もういいのじゃ。もういいのじゃよ。もういいとはどういうことですか、賢者様。わしはあまりにも長く生きすぎた。これ以上生きればやがて狂い、人々に災いをもたらす存在へとなり果ててしまうであろう。だからもとより死ぬつもりでおったのだ。お前さんたちに与える力を最後にな。そんな。やめてください、そんなこと。父上は俺が説得します。だからどうかこれからも。ありがとう。お前は優しい心の持ち主じゃな。その心がいつかこの世界に光をもたらすじゃろう。たとえそれがどんな色をしていても、お前さんに幸せがあるように祈っておる。未来を生きるのだぞ、ミカミックス。あれ、死んだ賢者様。どうしてだ賢者様。嫌だ、こんな。目を開けてください賢者様。確かに死んだようだな、虹の賢者よ。またしても汚名を果たしたか。運のいいやつめ。賢者様、許してください。俺はこの道を選ぶことで世界を平和にしたいと思っていた。不要な惨殺を避けて多くの命を救いたかった。それなのにこんなことになってしまって。俺は。というところで第11章終了しましたので、今回はこれで終了します。